はい、上田大地です。大阪のチームはすごい栗田さんを筆頭に当選の時のかっこいいね不動集団だと思います。それに比べて大宮の連中は撮影日にも遅刻するし当選も全然取れてないしすごいねどうしようもない連中なんですけど、でも好きな時に飯食べて好きな時に寝て好きな時に喧嘩する最高にかっこいい不良集団です。明日は現代の不良がね、旧以前の不良をぶっ倒すんで、ぜひ皆さんお楽しみにお願いします。続いて大阪、瓜田監督お願いします。あれ、今日ヤンはいないの？ヤンは今日は欠席です。アイスオンエア、ファイトクラブとかで絶望的につまんねえ方でやってたんですよ。あいつはブレイキングダウンで売るんじゃねえかとファイトクラブでもやらしときゃいいよ。喋れねえしな。じゃあ今日第一には一人。今日は僕だけですよ。今日は結婚式みたいな格好じゃねえの。そしてそんな格好してたら気づかなかったよ。面接か今から。とりあえず今、向こうの監督も言ってたけど、なんだっけ全チームのやりたい格好して紅白歌合戦ご大使現金出しに来てんだけど、お前らみんな紅白歌合戦か。うちもいつでもみんな喧嘩できますよ。いつでも好きなようにやらさせていただきます。あれお前目か、お前前回の回でね顔でお芝居塗ってきてお前大きく高すぎてたけど今日やんねえの。今日はすっかりだ、まあ、それだけで十分や。お前この面倒見な顔するだけでよバラバラにしてるかもな。お前バラバラにしてるの知らねえから。もうえそうだよ、明らかに花がねえんだけど、その辺、お前らちょっと花をプレゼントしちゃってもいいんじゃないの。花、そうっすね。花ないって言われてるけど、俺はそんなことないなと思ってて、全然、大阪よりもよっぽどいい練習するんだと思いますよ。不良じゃないのに。大臣だよ、年末にあのブレイキングダウンの運営たちのお膳立てで、なんとか篠塚選手と、あの花の大舞台で激闘を終えて、その後に、当然これからプロ食っていくって感じでバコーンとね上の方に登ると思ったらあれ喧嘩してます。まあいいんだけど人のこと私喧嘩だから、うん、もっとお前もなんか喋った方がいいよ。し、まあ見てて全然歯がないのは確かやな。でも一番なんか見てて思想見えるのはお前やと。金城大丈夫か。楽勝だよお前顔しお前が一番質問で出るよ。大丈夫か。大丈夫、心配してくれてありがとう。俺たちあくまでもポンポンつけてやるだけだから。お前マシンガンとか持ってきそうだから帰っていいよ、お前は。一番面白いと思います。これが徹底的ないじめっ子のあれですね、やり方ですね。